マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、何やってんだよ、俺と思って。階段の話屋さんもういいからね、うん、今度はちょっとオートバイの真面目な話をしようと、うんうん、この前さっきさ、アルゼット・サンパンがいてすごい懐かしいとこ行ってたよね。いいですよね、前ね、18区の時乗ってたんですよ、私ね、うん、就職してすぐに買いに行ってね、うんうん、近くのオートバイ屋さんでね、フォーク250買ったところから、うん、オートバイ屋さんに注文しに行って、予約注文して、ね、ブイヤさんに、結構かかるんでしょ、来るの、うん、タッチさんだったら早いよ、え、どのぐらいで1週間で来るよって、本当ですか、で1週間経ったら1週間で来ちゃったんですよ。本当、どうやって予約すっ飛ばしたんだ、うん、だって、あの前の人の予約してた人を前に回したって、私に回してくれたんですよ。ひどい話だよな。簡単な話、当時の人かわいそうですよ ね、 ね、2ヶ月も3ヶ月も待ってね、まあ、そこはあの常連さんだからね、まあね、うん、かもしかしたらさ、うん、あのキャンセルが入ったのかもしれないね、うん、そうかもしれないね、とにかく紹介づらいマシンでしたよね、うんうん、素晴らしい軽量でね、当時は7分キラーって言われて、で、あの当時の奥多摩有料道路を走ってたんだね。そうですね、まあ、何回もこうね、まあ、乗りこなせなくてね、パワー負けしちゃって体がついていけないんですよ。どんな感じなの、こうスピーカーが乗るんだけど、ね、ブレーキが間に合わない。いや、ブレーキとかそうじゃない、もうタイミングですよね、フォーク250のやっぱり4サイクルから2サイクルに変わったもんで、体の感じる4サイクルのあれに慣れちゃったもんで、いきなり2サイクルのリズム感、それにこうついていけなかったっていうか、エンブレは効かないしね、まあそれ通常だからね、それでやっぱり苦労しましたよね。2サイクルは難しいなっていうふうに感じました。何回もね、壁にはっつきそうになって、で、その上手い人は結構なスピードで有料を走ったので、いましたね、あの350でね、筑波よく走ってる人がね、私はもう水曜日、木曜日の休みだったんで、サービス業だったんで、よく水曜日なんかによくRZ350で押しがけでよくいましたよ、早い人が、そういう人は一体どこ行っちゃったんですよね、今ね、どう今 1000cc だとかの4気筒の速いバイクがよく主要道路走ってるけど、うん、そういう人たちと比べてさ、うん、やっぱり遜色なかったのかな、 RZ35 乗ってる人は、速い人は、速い人、当時はそれが一番最高のね、あのバイクだったんで、今のはもうほとんど、ね、中型からもうすぐ大型に移行できちゃって、うん、まあ、スピードを求めるんだったらやっぱり 1000cc っていう感じの人が結構多くなっちゃってますよ、なんかさ、結構速い人は走り込んでたよね、走り込んでたよね、今はちょっとこう 1000cc で来るんだけど、なかなか走り込んでるって、ね、昔はだって周遊道路じゃなくて有料道路だったんですね、奥多摩有料道路って50年、夜も走れたんだね、有料道路は。そうですね、うん、夜走ってる人とかもいたのかな。夜はあんまり私来たことないんで、噂じゃどうだった、まあ結構いるっていう話は聞いたけど、あのバリデンみたいにあそこの20号でさ、軍と秀吉みたいに早朝わーっと走るとかさ、あんな感じだったのかね、まあ、早朝はいたんですね、まあ、ほとんどね、当時はね、少年ジャンプで怪盗レーサー5なんてあってね、あれでもうすごいヒットして、奥多摩がもう関西からもうあちこちから来るようになってね、ワンスが来ましたよ、当時は怪盗レーサー5なんて知ってるかな、みんな。あと1分だそうですから、じゃあちょっとまとめてくれますか、RZ350 はね、名車ですよね、当時はあの本当ビス1本までこう軽量化に
ヤマハが専念してこう作り上げたっていう。今の歌どうですか、最後今の歌のもっと乗りこなせますか。いやちょっと自信ないですね、うん、今ね、やっぱり2サイクルは難しいし、うん、でそれでね、うん、まあ、ちょっと最後まとめたいんだけど、うん、この後に RG ガンマ400に乗ってた、ね、うん、あ乗ってましたね、うん、で、まあ、この時はこの RG ガンマ400から、はいはい、FZ7 半への流れの話をしてもらいたいんだけど。あ、いいですよ、うん、まあね、まあ、結構22、3台乗ってきてるんで、うん、まあ、CBX400 もありましたし、まあ、そういうことで、またよろしくお願いします。はい、わかりました。どうも。